しかも、はい、どうなんですか。そして暗記書で迷っている生徒もいっぱいいると思うんです。で、逆に皆さん、こんにちは。今日はトランペットのことについていろいろとお話を聞きましょう。本日は東邦音楽大学でトランペットを教えていただいております笠原日向先生にお越しいただきました。それではお呼びしたいと思います。笠原先生、どうぞこちらに。トランペット奏者の笠原日向です。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。それではお座りください、はい、今日は、はい、実はあの第1弾の時にバッジングのことについてちょっといろいろとお話を聞きたかったんですが、あの時にはまあそのバッジングだけというところでその先が聞けなかったのがちょっと残念だったと思うんですね。で、今日はこのバッジングについてもう少し深く話できればとは思うんですが、私はあの木管楽器でしかもファゴットという楽器で2枚のリード、ダブルリードなんですけれども、その代わりになるのが実は唇ですよね。そうですね。はい、私たちはリードを作るんですけれども、まさか唇を変えるわけにいかないですよね。うん、作り変えるわけにいかないし。で、そうやって、まあ、苦労されてるんだろうと思うんですが、やっぱりバッジングっていうのはどうしても必要なものなんですか？そうですね、必要ですね。その辺のところもうちょっと詳しく聞ければいいなと思うんですが、はい、いかがでしょうか？そうですね、バッジングはですね、まあ、結論から言うとバッジングしなくても実は楽器はもう音鳴ってしまうんですね。あ、鳴るんですか？はい、マウスピースと、はい、まあ、この楽器というものがそのバッジングをするしなくてもその助けてくれるっていうイメージなんですね、うんうんうん、でもここでもバッジングができてると、まあ、もちろんここでもできてる状態なのでさらに楽器が楽に吹けるぞと、そういうことなんですね。バッジングの仕組みとしてはそのまあ例えばリードとか木管楽器のリードとか、まあ、あとはまあファゴット覚えのそのダブルリードと仕組みは全く一緒で、2枚あるもの、まあ、サックスとかのリードこうやって挟みますもんね、うん、シングルリードは2枚あるものの中に空気がこう通っていってこれが振動するっていうイメージなので、まあ、バッジングできない人とか多分いると思うんですね。でも、うん、バッジングは苦手と、いや僕は喧嘩楽器じゃないから分かります聞いてるんですけど、はい、まあ、結果的にその2枚こういうのをイメージしていただいてここに息をちょっとずつ流していくとこう自然になってくれるんです。あ、よくそのバッジング最初に初心者の方が楽器を持った時に初めてマウスピースを持ってこうやってやる時にイメージされるバッジングって多分こういう口を閉めて、はいはい、逆に横に引いてこんな感じだと思うんですけ ど、 あ、なるほど、もうこういう無駄に力を使うこともなくもうリラックスした状態でもうこんなで大丈夫です。最初は今先ほどこう力が入った状態の時の音っていうのはなんか僕は馴染みがあるんですけど ね、 そうですね、逆にで、はい、力を入れないっていうのはみんなそんな簡単にできるものなんですけど、どうなんですか？逆に多分力を入れたら簡単にできるんです、バッジングって。へー、はい、多分、うん、ブっていう発音の時って、はい、ブもう結構力入れてる状態だと思うのでやってみれば多分分かると思うんですけど、そうするとあのもう楽器を初めて吹いた人みたいにこう力を入れるとこういう初心者みたいな音がしますね。なるほど、はい、なので力を入れすぎてバッジングをするのではなくもうリラックスしてもうこの2つの中空気が入ってるんだってことだけもう考えて、これがもちろんトランペットだったらで、まあ、例えばちょっと大きくなってきてチューバだったらどんどん深さが違うのでこれの音が変わってきたりはしますね。そのバッジングができてなんか音はいろいろと変えられるんですか？そうですね、でこれを練習していくと、こう音が変えられるようにはなってきます。もうそれは一つの楽器ですね。そうですね、ディジリドゥっていう楽器がありまして、はい、もうただこんぐらいの細い管はい、口をこうやって当てて振動させて鳴らすっていう楽器も存在するぐらいで、バッジングだけの楽器もあるんです。でそれで音は変えて、はい、あ、そうなんですか。切れてきてるんですけど、はい、
じゃあやっぱり皆さんに伝えたいこととしてはバジングはできた方がいい。そうです、絶対できた方がいいです。なるほど、はい、バジングの練習方法って特別には何かあるんですか。そうですね、僕がちょっとお勧めしたいのはバジングが苦手な人って、まあ、力が入ってってさっき言ったんですけど、例えばこれを内側に力入れてるとちょっと多分上達しないと思うので、多分やりやすいのは多分口を引いてこんな感じなんですけど、これの悪いところがここ口全部でバジングしちゃってるんですね。あ、全体で振動しちゃってるんですね、はいはい、これをまあ自分でもう何指でもいいので、この自分がトランペットだったらこのサイズぐらい、このサイズぐらいですね、このサイズぐらいだと思って押さえちゃってください。そうするともう横は振動しないので自然にここだけで振動できるようになります。あ、なるほど、はい、それを慣れていくとやんなくてもはい、そうなんですか、はい、そうすると別に特別ななんか練習のものを持ってくるとかですね、そうじゃなくても自分の手とそれだけで練習するってことになりますよね。そうですね、そうすれば自然にバジングを吹いてると筋肉もついてくるので、筋管楽器の人はここの筋肉がすごいと言われて、多分この辺のことを あれですよね、後輪筋っていう言葉で言うんだと思うんですけれどもね、それを鍛えるために、そうですね、バジングをしてれば自然と、はい、そうですね、で今のように音が変わるっていうことは、まあ、楽器にうまく利用していく間にあるのがこの、そうですね、それがマウスピースですね、うん、それに対しても何か練習方法とか何か特別なもちろんあります、はい、マウスピースを音を出してみると、まあ、大体こんな音が出ますね、うんうん、でまあ中高生で、まあ、楽器始めたばかりの人だとはまあ大体アップとかでこういう音出しをしている人がよく見られますね、はい、口でバジングしているものをマウスピースが助けてくれ、さらにそれを楽器が助けてくれるので、マウスピースで出た音がトランペットでさらに大きくなって綺麗になってるっていうイメージの方が多分簡単で分かりやすいからと。なのでトランペットで例えば音域が伸びないなとかそういう方がいたら、もうマウスピースでもそもそも練習、もう全然マウスピースで僕1時間でも2時間でも練習すればいいと思うんですよ、はい、かつてはそうやって練習されたんですか。一時期ですね、はい、なるほど、はい、マウスピースで練習する方法としては、うん、まず自分で一番楽な音を決めればいいと思います、まあ、僕だったら、まあトランペットだと F の音ですね、真ん中の、はい、ここからまず下に下がります、これ今オクターブ下がった状態ですね、うん、そしたら戻ってきます、うん、これだけでまずもう真ん中の層から下の層まではまあカバーできてるって形なので、これを逆に上でも同じことを、こうですね、これをつなげてやります。これをもうずっとサイレンみたいな感じですね、はい、トッターとか救急車の、はい、まあ音域をどんどん広げていくと、こうなりますね。へえ、すごいですね、はい、皆さん、ね、こうやって練習していくと、もうほとんど楽器触らなくても、楽器触らなくても全然もう練習はできます。音域の練習はできます。なるほど、はい、でその今出す音で、楽器につなげていくっていうですね。そうですね、もちろんその楽器で音を鳴らした時に、例えばこのどの音を出す時に、大体同じ音が鳴ってると思うんです。で逆にマッピで同じ音が鳴ります。こんな感じです。
はい、すごいですよね。皆さんできるようになるかな、ね、またあのいろいろとわからないことがあったらどうぞ質問してください。まあそれと同時によく言われますね、アンブシャーってこと。アンブシャー、これはどうなんでしょう、ね、はい、そしてアンブシャーで迷ってる生徒もいっぱいいると思うんです、うん、で逆にアンブシャーを直すために、逆に今まで音が出ていたのにアンブシャーを直すために音が出ない状態で1年間例えば練習するとか、そういう生徒もいると思うんですね。僕は全くそういうことを思っていなくて、はい、もう音が鳴れば極論ソロアンブシャーでいいと思ってます。なるほど。それはなぜかというと、人それぞれ、まあ、骨格もそうですし、あと歯並びですね、違うと思うので、ね、で、まあ、日本というか、まあ、大体の人は奥歯をガチリって押さえた時に前歯が前に出るか、はいはいはい、で、まあ、まあ、たまに下の歯が前に出る人もいます、はい、で、ごく稀にすごく歯並びが綺麗でガチってやった時に前歯がもうガチって合う人もいます、うん、この3種類がいると思うんですけど、うん、まあ、下の歯が前に出ちゃう人は、まあ、ちょっと矯正が必要かなとは思うんですけど、大体の人は前歯が出るかなって感じがするんですね、なのでその出方次第で歯とマウスピースがこの何ですか、垂直というか平行ですかね、ちょっと、まあ、当たるぐらいにすると自然な、例えばまあそれでもちょっと奥歯とかの関係でダメな人はこうなる人とか、うんうん、逆に下の歯が出すぎてこうなる人とかいると思うんですけど、うんうん、まあ逆に歯の関係で横にこうなっちゃう人とかもいますよね。もうそれでも音が出てるということはそこでちゃんと振動はちゃんとしてるということなので、無理にアンブシャーを直してその音が出なくなってしまいましたっていうのはなくていいかなと思う。僕はそんな悩むことでもないかなと。なるほどね、はい、僕もあのよく、吹奏楽指導に行ってなんかいろいろとおっしゃってる中で、トランペットなんかはこうアンブシャーアンブシャーって言って、で時になんか無理やりに変えさせられて音が出なくなったとかいる人もいるぐらい で なおかつ今アンブシャーを変えてるから吹けませんとか、うん、吹かせませんとかっていうのをなんかちょっと僕の中では疑問だなと思って、ね、いっぱい聞きますよね。で世の中のトランペット吹きを見ているとこういろんな形がありますよね、はい、すごい上手い人でも全然横向いてたりとか、ね、そうなんですよね。だからその辺のところを考えると、まあどうでもいいんだっていうのはちょっと語弊があるかもわかんないですけれども、いい音が鳴っていればそれでいいんじゃないかなっていうふうには思います、ね、はい、振動さえしてればいいと思います、はい、そうですよね。例えば今日は調子が悪いとか、なぜだか高音が出ない、低音が出ない、なぜだか綺麗な音が出ないとか、そういうよくいろんなことを考える前にどうやって楽器なってるのかってことを知った方が全然もう、はい、早いと思いますね。なるほどね。悩む時間がもったいないです。そうですよね。口の形は変わんないので、はい、まあ、あのトランペットって僕がちょっと失礼な言い方かもわかんないんですけど、すごい単純な楽器ですよね。単純ですもん、ね、はい、でこれが何でしたっけ、1メートル半ぐらいの、そうですね、1.5 メートルぐらいですね。ですよね。でそれを全部の音が出せるっていうのは本当に摩訶不思議だなと思っていたんですけど、逆に言うとそのバジングによってそれを操れるということは、先ほども皆さん聞いていただいた通りで、とっても素敵な音でやっていただけたなと思います。いかがでしたか。今日はトランペット笠原先生においでいただきました。まだまだたくさんのことがあります。いろんな勉強方法もあると思います。そのちょっと最初の部分を見ていただきました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。